皆さんこんにちは、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いしますということで、早速ですが始めていきたいと思います。今回は、我が家のラゲッジルームの活用法を紹介しようと思います。まあ、定番ですが、このダミーボルトを外して、外した部分にアイボルトや、ネットなんかを取り付けてラゲッジルームを活用していきたいなと思っております。では取り付けるものを紹介したいと思います。まずはこちらですね。フックになってるんですが、ちょっと画面に見切れてるんですが、このネットに付属していたフックですね。こうやってプラスドライバーで固定するタイプのもので、セットでアリエクで購入しました。片側で5個、まあ5箇所取り付ける穴があるので、全部で10個付属していました。さらにこちらですね。こちらのものはアイボルトですね。ホームセンターを回って見つけてきました。アイボルトはジムニーに合うのが2種類あるのかな。この M8 っていうサイズのものと、M6 っていうサイズのものなんですが、 M8 はラゲッジでは使用せずに、 M6 をラゲッジで使用します。何個か欲しかったんですけど、1店舗で売ってなくてホームセンターをはしごすることになりました。取り付けるときにボディに傷がつかないように取り付けるゴムワッシャーですね。これがあれば車両に傷がつきにくいかなと思います。はい、ではまず取り付ける前に、ダミーボルトを外さないと つけれないので、ダミーボルトを外していきたいと思います。プラスドライバーで軽く回していくと簡単に外れますね。本当にダミーボルトなんで閉まってるっていう感覚ではなくて、本当に穴を塞いでる程度のものなんで簡単に取れますね。クリップみたいな感じですかね。こんな感じですね。この辺のものは好きなように取り付けることができるので、好きなように取り付けていきたいと思います。一番車両の前方側にネット用のフックを取り付けていってますね。今はどういう配置がいいのかがわからないので、とりあえずは適当に、まあ、こんなもんかなっていう感覚で取り付けていってます。この際画面ではちょっと見えにくいんですが、ちゃんとゴムワッシャーもつけて取り付けてますね。余った穴にアイボルトを取り付けていきます。アイボルトはもうくるくる回せば簡単に取り付けれるので、まあ当然ですがアイボルトにもゴムワッシャーをかませて車両に傷がつくのを防いでいますね。ちょっと色が違うんですが、これはもう何の意味もないです。ご愛嬌ですね。完全にたまたま行ったホームセンターでこのサイズのアイボルトが色が違うものしか手に入らなかったというだけのことですね。反対側も同様に取り付けていきます。今回の、我が家のジムニーの、ラゲッジ活用法なんですが、我が家は結構割り切った使い方をしていて、夫婦2人暮らしっていうこともあって、後部座席は常に倒した2シーターとして使用しています。まあ、そうすると2人でね、出かけるときなんかはラゲッジにカバンなんか置くことになるんですけれども、結構意外と、後部座席倒した状態だと、荷台が広いので置いた荷物があっちこっち動いちゃったりするんですけど、まあそれを防ぐっていう意味でも今回のこのラゲッジ活用法をちょっとこう紹介しようかなと思っております。今更ですが、ゴムワッシャーは、アイボルトのサイズに合わせたものを使用して、まあ、こうやってスポッと入れるだけですね。ちょっと肉厚のゴム素材になっているので、この金物と金物が当たった時に傷がつかないように緩衝材の役目を果たしてますね。
で、この M8 のアイボルトは、このフロントの、ここですね。ここで使うんで、ここはドライバーじゃなくて六角レンチを使ってダミーボルトを外していきます。この六角レンチはこのカップホルダーを取り付けた時に付属していた六角レンチですね。これも簡単に外すことができるんですけれども、まあ、六角レンチなくても手でくるくるくるってやると多分取れると思いますね。ラゲッジのものとはちょっと形状の違うダミーボルトが付いてますね。フロントも同様に M8 専用のゴムワッシャーをかませて取り付けていきます。まあ、アイボルトはね、持ち手がしっかりしてるんで、回すのも簡単ですね。結構大きい突起があるんで、これをくるくるくるっと回していけば、取り付け完了ですね。ただ、この運転席、助手席のこのアイボルト取り付けのところは、ちょっとアイボルトの根元が干渉するので、あんまり思いっきりねじ込むと干渉して傷がつくかもしれないので、気をつけて取り付けた方がいいと思います。まあ、アイボルトなんでね、ご覧のようにキーホルダー取り付けたり、マスクなんか引っ掛けておいてもいいのかなと思います。行きどころのないダミーボルトはもうこそっとこの中にしまっておきました。よく見るとラゲッジなんですが、ここにもなんか取り付けできるみたいなんで、ネット用のフックが10個もあって、2個、片側2個ずつしか使ってないので、たくさん余ってるので、ここにも一緒に取り付けていこうと思います。まあ、正直ここにこんなフック取り付けたところで使い道あんまり難しいんですけれども、まあ、ダミーボルトのままにしていくよりは、しておくよりは何かしら使い勝手が生まれるかなと思って取り付けてます。ここは正直、今でも使い勝手よくわかってないですね。フックはちょっと可動するんで、反対側も取り付けましたけど、ちょっと可動するんでね、寝かしておけばそんなに突起が邪魔になることもないので、アイボルトよりはいいと思います。まあ、これで一応取り付けれそうなところすべてに取り付けたんで、ネットを取り付けていこうと思います。はい、ちょっと丸まってゴミみたいになってますけど、ネットですね。ネットは、四角い、なんていうのかな、箱状のブロックみたいなやつが3つ重なったような形状のネットですね。で、これは完全にネットに付属しているカラビナとかのものですね。まあ、フックとネットを固定するためのカラビナですね。4箇所四隅にカラビナを取り付けて、フックにカチャンとかければ簡単に取り付けできますね。まあ、反対側も同様ですね。カラビナなんでね、取り外しも簡単ですし、とりあえずの位置でフックをつけて今固定してみたんですけど、ちょっと緩い感じがしますね。なんかダラーンとした感じになっちゃってるのが気になりますけど、まあ、片側5箇所あるんで、こうやっていろんなところに引っ掛けて、用途に応じてこのネットを使ったり使わなかったり、広げたり小さくしたりすることができるのが便利かなと思って、ちょっとこういったものを買ってみました。使い道ないレジャーシートをいつもラゲッジに積んでたんですけど、これが走ってる間にあっち行ったりこっち行ってたりしたのもすごい気になってたんで、これはネットの中に入れていこうと思います。ちょっといろんな形にしてみようと思いますね。1段階広げるとこれぐらいがでもなんかちょうどいいのかなと思いますね。目いっぱい広げるとなんか本当にめっちゃ広げてるっていう感じがして、これは広げすぎですね。
レキシブルなんで、もちろん小さくすることもできますね。小さくすることもできるし、まあ外しておけばさっきのゴミみたいな状態でちっちゃくすることもできるんで、完全に外せば結構広くラゲッジを使うこともできますね。まあ、とりあえずはこのせっかくフックつけたところに、まあひとまずは使ってみないことにはわかんないので、この取り付けた位置でこのまま様子を見てみようと思います。はい、ということで何日か使ってみたんですけど、やっぱりこのちゃんとピンと張った状態が一番ベストっぽかったんで、フックの位置をずらしましたね。何気に便利なのがこのネットの後ろにちゃんと買い物カゴも乗るんで結構便利ですね。ただこのネットだけの状態だと、このカバンをどうしてもラゲッジに入れるんで、ここにカバンを入れるんですけど、私のこのカバンはいろいろバッチやら何やらつけちゃってるんで引っかかるんですよね。ネットにこの缶バッチやら本当にそれがすごく微妙に引っかかる、この感じがすごくストレスで、なんかいいものないかなと思ってちょっとホームセンターをさらに物色して、このカゴを買ってきました。まあサイズ見て買ってるんで当たり前なんですけど、すっぽりちょうどの大きさで収まります。こうすると全然引っかからないんですよね。このカバン引っかかるのが本当にストレスだったのが全くストレスなくなりましたね。でこれは、100均で買った自転車用のロープですね。灯油を買いに行った時なんかのポリタンクを固定するのに使ったりしてますね。はい、ということで、我が家の、ジムニーはこんな感じでラゲッジを活用してます。このチャンネルがいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。